安楽智弘、自由契約、楽天安楽智弘投手の複数選手へ対するハラスメント疑惑について、森井正幸球団社長が30日、楽天モバイルで記者会見を開き、安楽を自由契約にすると発表した。森井社長は、今月の25日から監督、コーチ、選手へアンケートを行いました。アンケート結果と本人のヒアリングを重ね、専門家と協議を重ね、安楽選手についてほぼ事実と認識しました。球団として重大な事態と受け止め、保有選手名簿への記載をしないと決断に至りました、と説明した。やっぱり、しゃあない。残念でもないし当然、グッバイ安楽。被害者10名、見た聞いた選手40名、すげえ大ごとやん。残念でもないし当然、リーク通りかそやな。解き放たれた安楽は強いよ。石井は会見場にも出ずに何の責任も取らないでとんずらか？当然なんやけど調査結果もちゃんと説明しろよ。どんなことやってたのか田中は見て見ぬふりをしてたのか。楽天からしたら安楽首だけで終わらせたいんやろうね。球団へのペナルティはないんか。137名 92% 回答、11名が回答なしかよ。ラー君は？こんなのおかしい。そうですよね、マサヒロさん。知らない人のが少ないんかい。自由契約ってことは全球団メジャーも含めて自由に契約できるってこと？こんなパワハラ選手取るとこあるんか？アンケートで見た聞いたが40人もいてくさ。田中は今までの実績があるから任意引退かな。安楽取れるの中田取ったことある巨人だけだけどもう監督腹じゃないしな。会見生中継すごいな。大事件になっとるやん。こんなん雇うとこあるわけないしどうするんや。ご視聴ありがとうございました。